はいみなさんこんにちはレック専任講師の赤松です、えー、レック京都駅前本校で商書、えー、試験の基礎講座新15回月合格コースを担当させていただきます、えー、よろしくお願いいたします、えー、っと本日はですね、えー、赤松クラスの民法講義をちょっとだけ体験しようということで、えー、民法について少しお話をさせていただきます、えー、この商書試験卓一式が合計で70問出ます。 午前三十五問、五が三十五問です。えー、そして午前三十五問中、えー、民法が二十問占めます。えー、従いまして、まあ、この民法を得意科目にすること。まあ、これがこの司法書士試験突破のためには欠かせないとえ言えます。はい、じゃあ、民法ではどんなことをまあ勉強していくか。本当ね、まあ、今日はその入り口のところですが <laughs>。 はい、このようなブレイクスルーテキストというテキストを使って、えー、勉強してまいります。はい、そちらのテキストの内容を使いながら今日ね少しお話をさせてください。はい、ブレイクスルーテキスト民法の一文冊はい、このような図が入っています。はい、これは民法で勉強します。えー、売買契約という契約はどんな契約か。 えー、ということを図にしたものですはい、こちらの図見ていただきまして、えー、あなたが本屋さんに行って本を買うときのお話です、えー、本屋さんにこの本を売ってくださいという意思表示をすることそれを申し込みと言います、えー、まあ実際には、えー、本屋さんでこの本を売ってくださいと声に出して言うことはないかもしれませんけどねまあそのようなことだと仮定してください、えー、そして本屋さんがはいいいですよと答えます これを承諾と言いますこのように申し込みの支障時と承諾の支障時これが合わさることで売買契約という契約が成立しますじゃあ次に売買契約が成立するとどういう効果が発生するかですが図に引渡し債権と代金債権という二つの債権という言葉が書かれてありますこの債権っていう権利これは人に対する請求権です引渡し債権 というものは本を買うことになったんだからあなたは本屋さんに対してその本を私に引き渡してくれということができます逆に本屋さんは本を売ったわけですからあなたに対して本の代金を支払ってくださいと請求することができますそのように人に対して何かを請求することができる権利これを債権と言いますそれからもう一つは所有権と呼ばれる権利これが 本屋さんからあなたに移転します本が誰の所有かを表す権利ですもともとは本屋さんが所有権を持っていたんですが売買契約の成立によってそれがあなた側に移転しますそしてこの所有権という権利は言い換えれば物権と呼ぶこともあります物権物の権利と書いて物権です本という物に対する権利それを物権と言います えそしてこの債権という権利と物権と呼ばれる権利これが民法で学習する大きなテーマとなってきます今はこの債権という権利は人に対する権利なんだということは分かっておいてくださいあなたが本屋さんに本を引き渡してくれと請求できるで逆に本屋さんがあなたに対して代金を払ってこれと請求できるこのように人に請求できる権利が債権ですそして本という物を所有する権利 物に対する権利を物件と呼んでいきます所有権は物件の中の代表例だと考えてくださいはい、で民法ではこのような売買契約などの契約そしてそれに伴って発生するいろいろな権利関係こんなところを勉強していきますえそしてまずこの申し込みと承諾っていうところですがえこれより詳しく言うと 申し込みの意思表示と言います承諾の意思表示と呼びます、えー、そういった意思表示に関する内容それは民法の総則という部分で勉強します、えー、そして、えー、意思表示などのほかに債権という権利があります、はい、この債権については、えー、民法の中の債権という分野で学習します、えー、それから同様に所有権と呼ばれるような、えー、物件という権利 この物件については物件の分野で学習していきますで、司法書士試験では民法20問出るんですが今申しました民法の総則意思表示に代表,代表される民法の総則この分野から3問出てきますそして債権の分野から4問出ると考えてくださいそして物件の分野から9問出てきますまあ、物件が一番大きなウエイトを占めることになります で相続から3問債権から4問物件から9問それで合計16問となりますがあと4問は何かというとあと4問は民法の一番最後ので勉強をするんですが親族相続と呼ばれる分野婚姻だとか離婚だとかあるいは人が死亡した場合の相続そういったところについて学習をしていきます。そその分野から4問、問れでで合計20問となりますで まあ物件から求問ということでこれは使用書士の仕事に直結するんですが物件といいいう権利ににつてて不動産に登記をしていくことになりますこの不動産は誰の所有なのか不動産にはどんな権利がついているのかそういった登記について使用書士が本人から,人から委任を受けて代理人として登記の手続きを行うことになりますのでその登記の前提となる物件については えー、詳しく知っておいておかなければならないということで民法でもたくさん出題されるところとなります。はい、で民法ではねこの総則っていう分野をまず一番最初に学習します。今回その総則のところを少しだけ見ておきましょう。はい、同じくブレイクするテキストの方で確認していきます。はい、えー、まず 最初に自然人というところを勉強していきますそちらに権利能力意思能力行為能力いろんな能力について書いてあります先ほどのように売買契約などの契約を有効にしようと思えばこのような能力が育っていることが必要ですじゃあ権利能力というのはどんな能力なのか行為能力というのはどういった能力なのかそんなところを学習していきます はい、で今回は権利能力は飛ばしまして意思能力っていうところ、はい、そちらを簡単に確認しておきます。はい、実際にブレイクスルーテキストでは17ページというところになります。はい、意思能力えーテキストにこのように条文も随時掲載されています。法律行為の当事者が意思表示をしたときに 意思能力を有しなかったときはその法律供は無効とするとされています判断能力のことだと考えてください意思能力は判断能力判断能力を有していなかったときは、えー、法律行為売買契約などをしてもすら無効としますよという条文ですはい、でこのページで覚えておいてほしいことをマークしておきますはい、こちらの部分です意思表示をしたときに意思能力を備えていなかった場合は法律供は無効となる はい私のクラスではこのように随時マークをしていただきます。えそして皆さん復習の時はこのマークのところだけしっかり読んで覚えてください。意思表示をしたとき意思能力がなかったときは法律行為無効となる。でマークをしていたところは過去に本試験で出題された論点あるいはこれから出題されるであろう論点。えそういったところに絞ってマークをしていきます。ですのでそのマークの前提となる部分。 こういったところはこの結論に至る説明書きとなりますから復習の時はまあさらっと一読していただく程度であれば結構ですがあまり深入りはしないようにしてください逆に言い換えますとこのマークの部分だけ着目してもらって試験に必要なのはそこですからそこをしっかり読んで覚えてもらうこと。かなかった 場合は契約などしても無効となるんですがそれでは意思能力に欠ける人の保護に少しですね弱い部分がありますえ自分に意思能力がなかったんだということを裁判の場で証明するということは非常に難しいですはいよってもう少し意思能力に欠けるものの保護をしやすくしようということでテキストで次のページになるんですが行為能力という制度が設けられています 更に、はい、行為能力という制度なんですが、はい、こちら、えー、ずらっと、ね、条文が並んでいます。未成年者、それから成年非後見人、えー、など、えー、こういったものを行為能力と呼ぶんですが、えー、未成年者はです、ねえー、20歳に満たないものです。えー、それからら年人とこちら書いてありますが これは精神上の障害で判断能力が鈍っている人のことですで、このような未成年者だとかあるいは精神上の障害で判断能力の乏しい人、えー、こういった人たちを類型化して、えー、行為能力者っていう制度を民法は作っていますで、それらのものが容易に保護が受けられるように工夫がされていますはい、じゃあ、えー、未成年者について こちらテキスト二十一ページとなります。はい、冒頭に意味が書いてありますが、こんなところは常識でわかるでしょう。民法は成年期を年齢二十歳としています。はい、次こちらはマークして覚えておきましょう。未成年者が婚姻したときはこれによって成年に達したものとみなされる。これを成年犠牲と言います。婚姻して家庭を作った場合はもう一人前だろうという考えです。 でこの犠牲という言葉もこれから法律の勉強でよく出てきます。これ見なすという意味です。未成年者が婚約し,したときは成人達したと見なすという意味。これを略して成年犠牲と言います。はい。で、えー、成年すれば自分で有効に契約などできるんだけど未成年者のうちはですね実は自分一人では有効に契約などできません。えー、まあ皆さんもお分かりだと思うんですが、えー、保護者 まあ言い換えれば、お父さんお母さんの同意がいるんですね。はい、そのことテキストにも書いてあります。はい、これテキストでは次のページになるんですが。はい、こちらマークして覚えておきましょう。未成年者が法律行為をするには、法廷代理の同意を要する。はい、そして、まあ次、二行目が大事なところなんですが。法廷代理の同意がなかったら、どうなるか。 その契約は取り消すことができます。法定代理の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができます。はい、じゃあすべてがそうかというと例外もありまして、次の行為は未成年者が単独で有効にすることができる。えー、例えば丸の一番ですが、単に権利を得義務を免れる行為、単に権利を得るだけならば未成年者に損はありません。逆に。 単に義務を免れるだけはい、これも未成年者にとって何も損はありませんそのように未成年者に、えー、全く不利益がないような行為これにつきましては未成年者は保護者の同意なしで一人で有効にすることができますはい、ただね原則は上の通り法律行為する場合法定代理の同意が必要だぞということです はい、でそれに関する論点で次のページになりますがこちらマーク、えー、しておいてくださいマークのところを見てください未成年者が取り消す場合も法廷代理の同意を要しない、はい、これその後ろに番号ついていますがこれが過去問で出題された番号過去問の番号となります。はいこの 未成年者が取り消しをする場合法定代理の同意を要しないという論点ですがどういうことかと言いますと基本的に未成年者が法律行為をするときは法定代理の同意がいりますはい。じゃあその同意なく同意なしに例えば一人で売買契約を結んでしまったとしますで、同意なく売買契約を結んでしまったときにそれを未成年者が取り消したいというときその取り消しという意思表示をするときに 法定代理人の同意がいるのかということです。で、それは言いませんよということです。未成年者が自分が一人でした契約を取り消す、その取り消しの手順をするときは特に同意なしでできるんだという論点。はい、これ過去問番号を複数ついてますように結構よく出てくる論点です。はい、そして私のクラスで一つ工夫をしていますところはその過去問につきまして、これおおむね皆さんが 復習の際に過去問集購入いただいて自分で解いていただくということになりますただそこでちょっと難しいところがその過去問集はこのテキストでやった順番に問題が並んでいるわけではありません本試験の問題はいろんなところからミックスされて取材されますから当然出される順序バラバラなんです 従ってテキストに過去問号がついてあるんですが実はそこの問題をこう検索過去問集書で検索して探してそして一つ一つ解いていくというのがこれ結構面倒な作業になるんです。でそこの少し工夫を凝らしていまして私のクラスではその過去問の枝別のレジュメ私が枝別に並べ替えていますでそれをお配りしてそれで一緒に過去問を解いていってもらいますサンプルをお見せします。 このようなものになるんですが。これ過去問の枝をこう切り離して、テキストのこのページ順に並べています。はい、そうするとテキストの23ページでこの枝が出てるね。それをこのレジュメの方でこう順番に確認していくことができます。次24ページ25ページという要領でテキスト通りにテキストの順番通りに過去問を見ていくことができます。 はい、この試験一番重要なのは過去の本試験問題これをマスターすることそれが、えーまあ、力をつけていく最も近道と言えますただその過去問をやるっていうことが先ほど申しました通りテキストの順番通りに過去の問題が並んでいないのでなかなか難しい作業になってきますのでそこを私のクラスの方では工夫を凝らしています。 はい、じゃあちょっと一つだけ枝確認してみましょう、えー、これは難しい枝ですので、今よくわからなくても大丈夫です。27-4の,のあさっきテキストで見てもらった内容なんですが、未成年者が取り消しをするときは法定代理の同意を要しないという論点です。じゃ、あこちらの枝ですが、未成年者が法定代理の同意を得ないでした。法律行為。はい、これをですね。自ら取り消しました。 まあ同意がなかったっていうことで売買契約などを取り消したわけです。で、この時に未成年者はその取り消しの意思表示をすることについて法廷代理の同意を得ていなかったことを理由としてその取り消しの意思表示をさらに取り消すことはできない答えは丸となってます。はい、えー、同意を得ないでした法律講、えー、取り消した。 で先ほどテキストに書いてましたようにこの取り消しをする時には改めて法廷代理の同意を得る必要はないわけです。はい、ということは法廷代理の同意を得ていない取り消しについて法廷代理の同意を得ていないことを理由としてその取り消しを再度取り消すこれはできないことになります。 法定代理の同意を得ないで行ったこの取り消しこれは有効なんです有効だからそれは同意がなかったことを理由に取り消すことはできませんはいちょっと今いきなり難しめの問題見ていただきましたがまあ慣れてきてくればねもう全然簡単に解くことができるようになるような枝ですで。まあ、この 少数試験は今のようにテキストで勉強してそのテキストで勉強した論点がどういう形で過去問に反映されているかそれを確認していくっていうでことの繰り返しになってきます。はいそしてえもう一つだけご紹介させておいてください。えー、私のクラスでもう一点工夫を凝らしていますのがはい例えばテキストにえこれはブレイクスルーテキスト三十一ページになりますがこういった図表がえあったりします。 でこれはこれで、えー、まとまった図表として覚えてもらえればいいわけですが、えー、ところどころ、えー、当然講師がが書で補足をしたいいとう部分がありますでその板書通常は、えー、私が、えー、書いたものを皆さんに写していただくということになるんですがそれだと、まあ、手書きでちょっと汚くなってしまいますし時間もかかってしまいます。 はいですの私のクラスではその板書内容として皆さんが写していただく内容、それをあらかじめこういう形でプリントしてクラスの中でお配りをしています。はいこれも工夫の一つです。でこちらの板書のサンプルですがサイズがこういったものになりまして、はいこれテキスト三十一ページでこれが三十一ペの板書です。でこの板書はこのまま切り取ってもらってこのテキストの欄外余白がありますのでその余白にこういう形で 貼り付けてもらえるサイズになっています、はい、なので皆さんは、えーまあ、復習の時にこの配れた板書ですね、えーまあ、これをご自宅で、えー、きあの切り取ってもらってテキストにこういう形で貼り付けていただく、えー、そういった作業を行ってください。はい、それで、えー、こちらのテキストの図表と、えー、その補足論点これ1箇所で確認することができるように工夫をしています。 え今日は少し短い時間でありましたが、ま以上の形で民法の講義を進めていきます。で、今日やったお話はもう皆さんそんなことを知ってるよっていうのはお話だったかもしれませんが、小諸試験で勉強するレベルはこの程度のレベルだと思っておいてください。特に一つ一つの論点はそんな難しくありません。今のようなレベルです。ただあの何がじゃあ難しいのかというと、量がすごく多いんです。この試験は。 でその量が多いところをうまくクリアできるかどうかここの論点の難しさではなくて量の多さに対応でできるかかどうかというとといころです、はい、でそこはこの「ブレイクスルーテキスト」というテキストこちらのテキストでうまく覚えられやすいようにまとめがありますしそれから今見てもらった私,私の板書そういったものを合わせて効率的に講義を進めていきます。 はい、そして何よりも問題が解けるようになることが大事なんですがそのためには過去の本試験問題を解くことただそれは先ほど言いました通りご自宅に帰られて過去問集で学習するというのはそのテキストの順番通りではないのでなかなか困難なところが実際にあったりします。はい、そういったところをを私のの方ではテキストの順番通り過去問 枝別に並べ替えまして、それをレジュメとして使用していきます。はい、それで皆さんに効果的に過去問の学習もしていただけることと考えております。はい、えー、この証書試験ですね。えー、まあ、登記、証書の仕事、登記という仕事が中心にはなるんですが、もう今いろんなことができるようになっていまして、非常に魅力的な資格です。私も講師もしておりますが、実際に 自分も使用書士としても仕事をしております実務もしておりますま本当にこの資格を取って良かったなと感じているところでありますので皆さんもぜひ後に続いていただきたいと思っておりますはい、ではあの京都の教室の方でまた皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますよろしくお願いいたします